はい。ということでですね、我が家の炎の鉄人スポーツチャレンジ大会、今日、早速、準備をいたしまして、始めます。選手は私一人です。はい。ということで、トライアスロン的なね、感じで、やっていきたいと思います。ね。というわけで、うちにあるね、スポーツ道具を使って、スポーツの道具を使って、ね、で、これ完走できたらね、何時間何分何秒で完走できる。これね、途中でね、前半と後半休憩設けてます。はい。ということで、種目いきます。はい。野球、ヒット3本。ストラックアウト3本。遠投1回。サッカー、シュート中央1本、右1本、左1本とドリブル、グラウンド1往復、ゴルフ、ドライバー10球、ロングアイアン10球、アプローチ10球、パター10球、パター10球じゃねえや、パターはこれは、3球成功です。3球成功、これ3球成功ですね。パターは3球成功。これ3球成功ですね。どう？フリスビー5本成功。と、バスケフリースロー2本成功ですね。と、自転車は、日の出荘を出発して、サニーで、そっから、小川の駅東のデイリーまで行って、で日の出荘に帰ってくるというところで、前半終了です。で、後半、まず、ベンチブレス30回。ということで、剣道が面が5本、右胴が5本、左胴が5本。と、縄跳びは、1分間縄跳びですね。と、ボクシングの、サンドバッグに3分間1ラウンドです。と、卓球は、フォア打ちが何本？ 3 本。3本成功。と、バック打ちが3本成功。スマッシュが3本成功。ドライブが3本成功です。と、最後に射撃を1ダンスを、まあ、できるだけ打ってください。と、最後に、剣玉3皿。剣玉3皿で、上の、右左のと3皿をして、一応我が家の炎の鉄人スポーツチャレンジ大会は、以上13種目制覇ということで制覇ということで、一応ねこうやってさっきね開会式でも出場宣言状ですね、これですね。と、これをもらいます。これ自分で書いたんですけどね。完走すると、もう名前書いちゃってますけどね、これ。まだタイムのとこと、実行委員長 SK さんのサイン書いてません。はい。ということで、これは、どうするかな。これ一応完走証明書なんで、多分、あれですね。リタイアした場合、破棄ですね、これね。なります。ということで、頑張ってやりましょう。はい。ね、まあ、でも、急ぐことはないんで、ね、完走すれば、この、完走証明書はもらえるんで、はい。以上です。はい。以上で、競技説明でした。はい。